ドラクマの視聴覚室へようこそ。今回は財団日本支部が所有する最終定期を解説していくよ。つまり全部ターンエールかつ最後の最後にしか使わないオブジェクト縛りってことね。でもその前にお知らせしたいことがあるので、喋るスピードを普通にするわ。ほい。それでお知らせ。この度 CLS チューブ様からチャンネルアートをいただきました。本当にありがとうございます。CLS チューブ様は、私たちのチャンネルと同じように YouTube で SCP の動画を投稿しているの。しかも動画の演出がかっこよくてすごくクオリティが高い。概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ一度は見てみてほしいわ。お知らせ終わり。スピードを元に戻すよ。おいさ。それでは早速本編に入っていくよ。3、2、1、スタート。最初は別次元の財団が収容に応用しているオブジェクトの一つよ。SCP-1046JP、影を駆け出すね。こいつは高次元に存在する立方体よ。もちろん3次元世界にも顔を出していて、目視することもできるし触ることもできるの。さらにこの箱の周囲の重向きはとんでもなく低くて、いつぞやに解説した SCP-3480、オリンポス3並みに低いと思う。さらにさらにこの箱周辺には、認識災害、任務災害に対する箱になる領域が存在するわ。なんというか、異常存在はこいつの近くに置いておけば無力化できそうよね。神みたいな現実改変者なり、猫の任務災害なり、水中の死体的認識災害なり、使いようによっては収容が楽になりそうなものよね。そうね、これまたいつぞやに解説した北海道から行ける SCP-1440JP、かけた黒月の世界の財団がこの箱との一つを元に収容体制を築いていたし、財団が本気でこいつを研究して役立てようとすれば完璧に近い収容体制を築けることは間違いなさそうよ。まあこの世界の財団は積極的にアノマリを使うわけではないからそんなことないんだけど。それじゃあこの箱は何の役に立つのよ。最初にも言ったように最終兵器であり、最終手段として使うことができるわ。この箱にはもう一つ異常性があって、こいつを認識した人物は異常任務によりこいつの用途が頭に浮かぶの。あ、この箱は道具だったのね。それでどんな用途の箱なの？こいつの用途は、全宇宙を収容する。宇宙丸ごと収容するの。でもそんなことしても何の利益もなくない？仮に異常存在が跋扈するようになり世界が滅んでしまったら収容なんて何の意味も果たさないし、そんな事態になっていない時に使っても地球滅亡エンドになるだけじゃない？それがそうでもないんだよ。前に最強任務オブジェクトの SCP-3125 逃亡者を解説したんだけど、あいつは別世界から財団世界に来ようとしてるでしょ。もし財団世界に最強任務オブジェクト分割してしまって世界を滅ぼしたら、また別の世界へ渡ると思うわ。渡った先を滅ぼしまた渡りという連鎖を断ち切るためにその滅びた世界ごと収容するためにあるのがこの箱なの。あ、今ある財団世界は救えないけど、他にもある世界に滅びを波及させないためにせめて自分たちごと収容するために必要なのか。本当に最終兵器ね。お次はもう少しマイルドなやつよ。SCP-1599JP、ひらめきオウムメ。こいつは1のテーブル型サンゴ、8体の花巾着、1体の海面の総称ね。総称といっても全て地下でテーブルサンゴと繋がっているから、これら合わせて一つの実体と言えるわ。こいつの異常性は、こいつの花巾着に人間が食べられると発生するよ。食べられた人間が完全に消化されてから1日後に、こいつのテーブルサンゴが産卵を始める。そしてこの卵を人間が食べた場合、芸術作品のアイデアを思いつく。出来上がった芸術作品は、食べられた人が抱えてた問題の解決策が反映されてるの。もしかしてアノマリーの収容方法を思いついたりする？もちろん。ただ食べられる人の知能が低かったり、他に問題だと思うことがあったりすると、良い解決にならないアイデアしか思いつかないの。正直アノマリー収容に役に立つアイデアを思いつける卵を産むことができる生贄の条件は、知能指数が財団職員内において抜きんでて高い、財団に対する忠誠心が高く、オブジェクトの収容、維持の研究に熱心である、正確に問題点が少ない、の3つは確実に満たさないといけなさそうね。あ、つまり財団にとって相当重要な研究員なりを生贄にしなければいけないってことか。確かにいざって時は使う方がいいけど、正直そんな優秀な人は生き残って自力でアイデアを出してほしいわ。お次は、鶏が先か卵が先か、のオブジェクトだよ。SCP-1915JP、宇宙製造機械と輪廻のヘビ。こいつはいろんな機能を持ってる財団製のタイムマシンなの。このタイムマシンはビッグバン発生時まで時間を遡ることができて、さらにエネルギーを無限に発生させる装置、小宇宙を発生させる装置、再任教育装置に上演誘導装置、集まれてるわ。最初の方はわからんでもないけど、催眠教育装置に上演誘導装置って何よ？必要なものよ。何に？それではこいつの用途の発表といきますか。こいつの用途は、今の宇宙があるという事実を確定させるため、ビッグバン当時にビッグバンを発生させるもの。なの。うん、ビッグバンって自然発生したものじゃないの？そもそもそんなことして何か意味があるの？それじゃあビッグバンの方から説明しようか。と言っても一言で終わるわよ。財団世界でビッグバンは SCP-239、小さな魔女によって発生したものという研究結果が出てるの。あの現実改変ができる女の子？そうよ。だからこのタイムマシンでビッグバン当時に運び、催眠学習と誘導でビッグバンを起こさせるってわけ。はい？それであんな装置がついていたのね。それじゃあなんでそんなことする必要があるの？これは私の想像なんだけど、この宇宙創造計画は小さな魔女本体が失われるか、能力が失われる、または K クラスシナリオが発生する危険がある時まで実行されないことになってる。小さな魔女が失われた場合、宇宙創造時に小さな魔女によって作られたとされる財団世界はどうなるでしょう？きっとタイムパラドックスにより宇宙ごと存在が消失すると思う。そうならないためにこのタイムマシンを使用する必要があるのよ。だけど財団はこの思考の危険性も考えてるわ。過去に渡って小さな魔女が、現実改変によって世界を作るわけだから、その世界は果たして正常なものになるのだろうか。また何か一つ間違えれば現在の財団世界はなくなってしまう。どう考えても通常であればリスクが大きすぎる計画なわけ。だから現在このタイムマシンを作り終えてはいるけど使用せず、代替計画を研究中なの。だからこいつは今の財団が相当追い込まれないと使うことがない、しかし使わなければいけないオブジェクトなわけよ。財団って相当難しい立場にあるのがよくわかるわね。
お次は絶対日本支部職員には知られてはいけないオブジェクトよ。 SCP-1153JP 一人猿時。これまた大断定の機械で日本周辺の海で大量に沈んでるわ。こいつはかなり比較されてるものらしく、この機械の 1km 圏内に入った人物は警告、そして記憶処理される。さらにこの文章の真の中身に、日本支部の職員がアクセスすると確実に記憶処理されるという徹底ぶり。なぜ日本支部の職員だけこいつの真の姿を知らせないのかしら。まあこの装置の用途は知られちゃまずいからね。この装置の用途とは、日本全体を収容棒とし、完全に隔離するなのよ。あ、そりゃ日本全体が完全に見捨てられるなんて日本支部は許さないでしょうね。だからあんな厳重な隠蔽をしてたのか。しかもこの装置だけならまだわからなくもないけど、財団本部はもう一つ装置を使って日本の生贄の効果を高めてるのよ。それは、隔離図をねじ曲げて日本に多くのアノマリが発生するようにしているというものよ。何してくれちゃってるのよ本部は。まあまあ、もちろん日本支部はこんなことされて黙ってるような軟弱者の集まりじゃないわ。日本支部は日本支部で独自に動いて現状をどうにかしようとしてるの。そんなオブジェクトだこれ。 SCP-1154JP 見られるべきいね。こいつはさっきとは反対に財団本部に知られてはいけないオブジェクトよ。中身的にはアノマリーのことを知れる予知夢ね。この予知夢でどうにかできるの。まあできなきゃ日本は生贄になるだけよ。それでこいつの用途ね。さっき言ったようにアノマリーの予知夢を見れるんだけど、現在収容されているオブジェクト、そうでないオブジェクトの両方のことを知れる。それによりアノマリーの装置発見、効果的な収容を容易にできる。これらにより日本は有用だから切り捨てないでほしいなアピールをするのよ。でも多少のことでは本部は考えを改めないわよ。もちろんとんでもなく長い道のりだろうけど、さっき言った日本でアノマリーが発生しやすくなるってやつ、これによってタウンエールオブジェクトを抱えられれば変わってこない。しかもいつぞやかに解説した SCP-1233JP 特別退避プロトコルは、低宇宙脱出の最後の希望のオブジェクトを日本で保持し続けられればまた違うでしょう。確かにここまで重要になれば本部も考え直してくれるかもしれないけど、そうなったら今度は別の島が犠牲になるだけなんじゃない。日本支部はそれもちゃんと考えてるわ。この予知夢はアノマリーのことを知れるならば SCP-1153JP のことも知れるってわけ。財団が作った装置なら材料や燃料が何かしら必要でしょう。それらを突き止め、日本が有数を独占してこれ以上 SCP-1153JP を増やさないようにしてるの。さらに日本支部は独自で対日本支部職員用の記憶処理を突破する方法を見つけ、 SCP-1153JP の真の姿を知ることができたわ。日本支部共有の最後に日本支部理事の木戸リトムへの言葉を送るわ。私たちに残された武器は、何の変わった強みもなく、あまりにも小さい。だが私たちには、この武器、を扱うだけの技量がある。なければならない。私たちが望むものは敵対ではない。共存だ。しかし、理想に刃を向ける者がいるならば、私たちは立ち上がらねばならない。たとえ、相手が財団であったとしても、私たちの家族、罪なき無知な人々、私たちを信じ従う財団日本支部職員たち、彼らを守りきるのは困難かもしれない。だが、彼らを、意図的に、犠牲にするなど、あってはならない。私たちは、財団である前に、人でなければならないのだ。財団日本支部理事、千鳥。本部の人間は、この日本に対して、恐怖にも似た感情を持っている。そして、犠牲にしても構わないとの判断に繋がっている。そんな判断を、我々財団日本支部は、決して認めない。見捨てられた犠牲ではなく、作られた犠牲の上に立つ平和など、財団が目指すべき世界ではない。可能な限り多くの人間を救い、最悪の場合にのみ、選ばれた人間を救い、人類の再起を図る。それが、財団のあり方ではなかったのか。確保、収容、保護。そこに、犠牲、の二文字は存在しない。財団日本支部理事、ぬえ。いかがだったかな？今回はうつ主の好きなオブジェクトの詰め合わせで、喋ることが多くなりはずは解説できなかったわ。だけどこの面白さが伝わってればいいな。じゃあ動画を締めようか。日本支部には頑張ってほしいと思う人はグッドボタン。日本支部に入って日本を、世界を守りたいって人はチャンネル登録お願いします。それではご視聴、ありがとうございました。マスター。